えー、福島みずほです私は社会民主党5県連合を代表して、社会福祉法等の一部を改正する法律案について、反対の討論をいたします。反対の第一の理由は、社会福祉法人の規模や経営実態をきちんと調査することなく、 根拠のない蓄積利益、内部留保を前提として、すべての社会福祉法人に無償、または定額の地域公益活動を義務付けていることです。営利企業との公平性が強調されていますが、社会福祉法人の会計は、統一の処理基準や手法が確立されておらず、そもそも営利企業の会計と比較することができません。蓄積利益の定義さえ、はっきりとしていないのです。 社会福祉法人は地域の保育所高齢者施設障害者施設などを数多くになっています待機児童待機老人などが急増している中万が一余裕財産があるとすれば本来業務に当てて利用者家族に対する支援の充実や職員の処遇改善を図るのが筋です また、貧困、社会的孤立、虐待など、新たなニーズへの対応は、緊急の問題です。しかし、社会福祉法人からの拠出金による表面的な事業では解決しません。公的な財源の裏付けのある時代に即した福祉制度を構築すべきです。 反対の第2の理由は、福祉従事者の労働条件が悪化することです。障害者施設への退職共済の公費助成を廃止することは、職員の待遇を下げ、人材確保も困難にします。 今後、社会福祉法人が公費助成分を負担したとしても、正規職員から退職金のいらないパートなどへの切り替えが進むことが懸念されます。フィリピンとの間の経済連携協定により、準介護福祉士の国家資格を導入することについても反対です。現在でさえ、介護従事者の労働条件の改善が進まない中、逆に介護労働全体の条件が引き下げられかねません。 本法案は社会福祉制度における国の公的責任、縮小の流れの中にあります。昨週、1億層活躍社会を看板にする安倍首相は、子育てと介護の受け皿を約100万人分増やすと明言しました。 しかし、その内容を見ると不安が湧いてきます。保育の質の確保に疑問のある企業主導型保育所を導入したり、乱立が問題となっているサービス付き高齢者住宅の整備をさらに促進しているからです。保育サービス、介護サービスの市場化を推し進めることが、国民の安全、安心に本当につながるのでしょうか。 社会福祉事業は非営利性および公共性を貫き、公的責任の下で展開していくべきです。社会福祉法人の役割に変質を迫る本法案に反対をいたします。